呼び出し符号、放送や無線通信において呼び出し符号、またはコールサインとは無線局を一位に識別するために割り当てられた識別子である。コールサインは一般には政府などの公的機関によって正式に割り当てられるものであるが、無線局の身元を隠すために個人や組織が非公式なコールサインを名乗ったり、コールサインを暗号化することもある。 コールサインを1位な識別子として使用するのは陸上の商用優先電信から始まったものである。すべての電信局をつなぐ電信線は一つしかなかったので電報を送るときには送信相手先を識別する方法が必要となった。送信時間の節約のために2文字の識別子が採用された。この方式は無線電信においても採用された。電信会社は当初 海岸に設置した地上局と船に設置した海上局のそれぞれに2文字の識別子を割り当てた。これでは世界的に1位にならないため、後に1文字の企業識別詞、例えばマルコー2社は m が追加された。複数の国の複数の企業が運営する無線局を迅速に識別する必要性から1912年までに国際基準が必要となった。 これが今日 ITU プレフィックスとして知られているもので、ITU プレフィックスが国ごとに割り当てられ、各国は割り当てられた ITU プレフィックスの範囲で国内で1位に割り当てる仕組みとなった。無線通信規則により国際公衆通信を行う無線局やアマチュア局など一定の無線局は呼び出し符号を持たなければ指定されなければならない。これは 世界でたった一つの呼び出し符号であり、同一の呼び出し符号が被ることはない。このため、国際電気通信連合、ITU は、世界無線通信会議、WRC の決定を経て加盟国、国際機関を含む、2、3英数字の国際呼び出し符号座列を分配している。各国は、この符号座列の下で自国の無線局に、呼び出し符号を指定する。 これにより、呼び出し符号の最初の一内詞三字により国を識別することができ、この一内詞三字はプリフィックスと呼ばれる。主な国の分配例、ドイツ帝国と大日本帝国は、第二次世界大戦以前は、一文字の国籍識別、D と J とをそれぞれ有していた。しかし、1947年のアトランティックシティ会議で敗北した通軸国であったため、 国籍不合ざ列、及び使用周波数の一部、日本は T 以後、ドイツは L 以後を召し上げられ、現在の2文字に変更させられた。一方、イタリアは連合国と休戦の後、連合国に加わったため、これら召し上げの対象とはならず、戦後も I1 文字を継続使用できている。多くの国で放送局にコールサインが割り当てられている。各国では、 放送局のコールサインにいくつかの観光がある。北米の放送局は一般に国際シリーズのコールサインを使用する。米国では最初の文字はミシシッピ側異性の放送局には、K、伊藤の放送局には、W が割り当てられる。ミシシッピ側伊藤の歴史的な例外として、フィラデルフィアの会話とピッツバーグの軽度化があり、異性の例外には、 カンザスシティの WHB がある。新規解説の放送局に対しては4文字のコールサインが割り当てられるが、かつては3文字のコールサインが割り当てられていた。米国のラジオ局は1時間ごとと放送開始、終了時にコールサインをナウンスしている。カナダでは公的放送であるカナダ放送協会 CBC がプレフィックス CB を使用している。民間放送局は CF および CH から CK までのプレフィックスを使用している。ニューファンドランド州政府によってセント・ジョンズに免許された4つの放送局は元の舞踊で始まるコールサインを保持している。メキシコでは AM ラジオ局は G で始まるコールサインを使用し、FM ラジオやテレビ局の大部分は XH で始まるコールサインを使用する。放送局のコールサインは通常 4から5文字のアルファベットと該当する場合は、FM、TV、TDT の設備時からなる。南米では、かつては、ラジオやテレビ局を識別するのにコールサインを使っていた。いくつかの放送局は、依然として1日に数回、次局のコールサインを放送しているが、この慣習は、非常に稀である。アルゼンチンの放送局のコールサインは、2から3つの文字のアルファベット後に、 複数の数字が続き、2番目と3番目の文字が地域を示す。ブラジルでは、ラジオ局とテレビ局は、在に続く3文字目のアルファベット及び3桁の数字で識別される。じャと、ジーブはテレビ局に、ザ、ザッジ、ゼイル、ザイクは AM 局に、ザグはタンパ放送局に、ジッジ、ジド、ジン、ジューは FM 局に割り当てられる。オーストラリアでは、 オーストラリア通信メディア局によって各放送局に固有のものが割り当てられるがコールサインの取得は任意である。ほとんどのヨーロッパやアジアの国では放送局の識別にコールサインではなく社名が使われるが日本、韓国、インドネシア、フィリピン、台湾には放送局のコールサインシステムがある。日本では放送局には序で始まるコールサインが割り当てられている。 なお、戦前には、朝鮮の放送局には、JB、台湾の放送局には、J 会、満州、関東州の放送局には、JQ を割り当てていた。実際の割り当てについては、日本の放送局所の呼び出し符号も参照。英国は、米国の意味では、コールサインを持たないが、放送局は、自分のトレードマークのコールサインを、最大6ワードまで選択することができる。 アマチュア無線のコールサインは国際シリーズに属し通常1文字または2文字のプレフィックス所属国を表す数字地域コールエリアを表すほか免許のクラスや旅行者のための臨時免許を示すために使用される場合がある1から4文字のサフィックスからなる例えばオーストラリアではコールサインは2文字のプレフィックス数字 地域を表す2から4文字のサフィックスで構成されている。ジブチ、J2 などのいくつかの国のプレフィックスの2文字目は数字である。この場合、例えばジブチのコールサイン J29D バでは、プレフィックスは J2、数字は Q、サフィックスは D バである。また、1文字目が数字の場合もある。例えば、ジャマイカのコールサインは 6Y で始まる。移動運用には、 サフィックスの後に、N、N は1桁の数字で、移動先のコールエリアを表す、P、ポータブル、M、陸上移動、AM、航空移動、MM、海上移動などの追加のサフィックスを付ける場合もある。外国政府の管轄下で、相互協定を使用して無線局を運用する場合、コールサインの前に運用している国、地域のプレフィックスとコールエリアを付ける。例えば、 W4G3ABC は英国で免許を受けた G3ABC というアマチュア局が米国の第四地区で運用しているということを意味する。これには例外があり、米国とカナダの相互運用の場合は国、地域のプレフィックスとコールエリアを後ろにつける。例えば W1O、米4、米 3XYZ、W1 のようになる。 特別な目的や一時的な使用。また、政府用人に対しては、特別なコールサインが発行されることがある。例えば、v o 1S は、1901年に、グリエルモ・マルコーニが、イギリスのコーンウォールからカナノ・セント・ジョンズへ、世界初の大西洋横断通信を行ったことを記念して開設された、無線局で、S はその時に送られた、最初の文字、S にちなむものである。 ギガバイト90マジーはタイタニック沈没90周年を記念して開設された無線局でマジーは遭難信号を送信したタイタニック号の無線局のコールサインにちなむヨルダンのフセイン国王はアマチュア無線化であったがヨルダン政府は国王に対しヨルダンで発行できる一番短いコールサインである G1 を特別に発行したコールサインを声で読み上げるときは そのまま、アルファベットと数字を読み上げるか、フォネティックコードが使用される。一部の国では、識別のためにフォネティックコードの使用を義務付けいる。また、コールサインに含まれる数字の例、ゼロは、O、O との区別のために斜線付きゼロで表記する習慣がある。小船と海軍の艦船には、各国の認可機関によって、コールサインが割り当てられている。 リベリアやパナマなどに便宜席線として船を登録した場合、大型船舶のコールサインは国別の接頭時に3分が続く、例、サンローキシー、場合によってはサンローキシーに、米国の商船には W または K で始まるコールサインが、米海軍の艦船には N で始まるコールサインが割り当てられる。もともと船舶と放送局の両方に3から4文字の、 コールサインが割り当てられていたが、船舶と放送の両方のコールサインの需要が高まるにつれ、徐々にアメリカ船籍の船には、文字と数字が混在した長いルサインが与えられるようになった。航空機局は、以下のいずれかの方法で、呼び出し符号が決められる。ほとんどの国では、不定期の一般航空便は、機体記号、尾翼番号や米国では、N 番号とも呼ばれるに対応する。 コールサインを使用して自身を識別する。この場合、コールサインは国際民間航空機関 ICAO が定めるフォネティックコードを使用して発生される。機体記号は国際的に割り当てられた国を表すプレフィックスの後に文字と数字で構成される1位の識別詞が続く。ほとんどの国では航空機の機体記号と1対1に紐付けられた。 無線局のコールサインがあり、航空機の無線局、さらには、航空機自体には5文字のコールサインを受信する。例えば、すべての英国の民間航空機には、G で始まる5文字のコールサインがある。カナダの航空機には、C ファブックのような C 回、または CG で始まるコールサインがある。カナダの地面公開を区き、ホバークラフト東和 CHXXX のコールサインを、 超軽量航空機は CX のコールサインを受け取ることができる。昔はアメリカの航空機でも KHABC などの5文字のコールサインが使われていたが、第二次世界大戦前には現行のアメリカ方式のコールサインで置き換えられた。民間航空会社の電話略号は国際民間航空機関 ICAO が定めている。基本的に会社名にちなんだもの、ジャパンエアー。 日本航空、オール日本、全日空、トアドームズ、東亜国内航空、アンテッド、ユナイテッド航空、パナム、パンアメリカン航空などが使われるが、ブリティッシュエアウェイズは、スピードバード、デンシ書バトのイ、チャイナエアラインは、ダイナスティ、王朝のイなど、例外もある。軍用機では飛行体ごとに異なる呼び出し符号が用いられる。一般的に、 英単語の後に数字を付加するが、英単語は、部隊の任務特性を表していることもあり、航空自衛隊、第4航空団飛行軍第11飛行隊は、部外省である、ブルーインパルス、ブルーインパルスをそのまま、使用、海上自衛隊で、パイロットの初等練習を行う、第201教育航空隊は、ルーキーフライト、ルーキーフライトを使用している。また、部隊は、 呼び出し符号の英単語と関連する図案が使用されていることも多い。アメリカ合衆国では大統領が登場している航空機はその機体の所属に応じてエアフォースワン、空軍機の場合エグゼクティブワン、民間機の場合などといった特別なコールンが使用される。大統領専用機 VC-25 はエアフォースワンと俗称されるが大統領を乗せていない場合は エアフォースワンというコールサインを使用しない。戦闘機のパイロットは、遊軍機との更新時に、部隊の呼び出し符号ではなく TAC ネーム。アメリカ海軍では、コールサインと呼ばれるあだ名で呼び合う習慣がある。航空管制では、呼び出し符号を使用。空港と管制機関にもそれぞれ呼び出し符号が設定されており、航空機局から呼びかける際には、空港名、または、 航空交通管制部名を使う。呼び出し符号は部署ごとに設定されており、航空交通管制部、コントロールのほか、管制等は管制承認伝達席、デリバリー、地上管制席、グラウンド、飛行場管制席、タワーに、レーダー管制室は出行管制席、デパーチャー、入域管制席、アプローチに分かれている。東京管制部、東京の航空交通管制部である。 東京航空交通管制部は東京コントロールとなる。有人宇宙飛行での通信に使用されるコールサインについては航空機のような国際的な公式化や規制はされていない。現在、有人宇宙飛行を実施している3つの国では地上と宇宙の無線局を特定するために様々な方法を使用している。米国は宇宙船の名前、プロジェクト名、 任務番号のいずれかを使用する。ロシアは伝統的に宇宙船ではなく個々の宇宙飛行士にコールサインとしてコードネームを割り当てる。宇宙船のためのコールサインで唯一国際的に連続性があるのは多くの国が国際宇宙ステーション ISS に設置されるアマチュア無線局に ISS のサフィックスのコールサインを発行したこと出る。 ISS に最初に割り当てられたアマチュア無線局のコールサインは米国のない GSS だった。その後、OR4ISS、ベルギー DP0ISS、ドイツ RS0ISS、ロシアなどの割り当てがあった。戦時中、敵型の通信を監視することは貴重な情報の入手手段である。一貫したコールサインを使用していると、 敵型の情報入手を容易にしてしまうので、戦時では軍事部隊は戦術的コールサインを使用し、それを定期的に変更する。平時にはいくつかの軍事基地は国際的な割り当てに従った固定のコールサインを使用する。米陸軍は米軍司令部の O のように W で始まる固定のコールサインを使用する。米空軍の基地の固定コールサインは USAF 本部のエアーのように A で始まる。米海軍、海兵隊、沿岸警備隊は戦術的コールサインと N で始まる国際コールサインを合わせて使用する。英国の軍隊では戦術的な音声通信はアルファベット1字の後に数字2字の形式のコールサインを使用している。標準的な不評大隊ではこれらの文字はそれぞれ大隊、小隊、 文体を表しており、例えば解13は、解大体第一小体第三文体を意味する。さらにもう一文字加えて、文体内の特定の個人、または班を表す。例えば解 13C は、解大体第一小体第三文体の C 班となる。10kHz 未満の周波数は、国際規制の対象外であるため、長距離航行システム、デッカ、アルファ、 オメガの送信機など 10kHz 未満の周波数の送信機にはコールサインは発行されない。いくつかの国では合法的な免許不要の提出力無線機、市民バンド、ISM バンドなどが許可されているが免許がないためコールサインも発行されない。また Wi-Fi を使用しているルータやモバイルデバイス、コンピュータもまた免許がないためコールサインがない。市民バンドなどでは 個人の識別のためにハンドルと呼ばれる擬似的なコールサインを名乗ることがマナーとされている。一部のワイヤレスネットワークプロトコルでは SSID や m a c アドレスを識別紙として設定することもできるがこれが一位であるという保証はない。国際規制では放送局のコールサインは不要になった。しかし米国などの多くの国では社名ではなくコールサインを 放送局の識別に使用しているため、依然として、コールサインが必要とされている。携帯電話サービスでは、電話機と、その利用者には、免許が交付されていないため、コールサインは使用しない。その代わりに、携帯電話事業者が免許を一括で保持している。しかし、米国は依然として、携帯電話の周波数ごとの免許にコールサインを割り当てている。 無線局のコールサインの一覧表をコールブックという。コールブックはもともとは電話帳に似た形式で特定の管轄区域、国から免許された無線局の名前と住所が記載されていた。モダンエレクトリック社は1909年に米国で最初のコールブックを出版した。今日、コールブックの第一の目的はアマチュア無線化が通信した相手に QSL カードと呼ばれる更新確認書を送ること、ことである。コールブックはインターネットを介してアクセス可能なオンラインデータベースに進化し、他のアマチュア無線化または、その QSL マネージャーの住所を即座に取得する。最もよく知られ、使用されているオンライン QSL データベースには、QRZ.com, i k 3 c a ハ h a m c l カイロクサイブ、ダッシンフォー OZ7C キューザリン法などがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。